てくれた。女王様と別れてこっちの世界に残ったバニーズに会って、こっちの世界に残った理由を聞きたい。バニーズ、はーい。はい、はい、はい。こっちの世界に残ったバニーズ、どこにいるのかしら。探さなくちゃ。女王様が僕たちをバニーズフィールドに連れ戻しに来る前に探そう。こっちの世界に残ったバニーズを。待って待って、このまま探しに行っちゃうとピエール、フランソワーズ、マルーヌが心配するわ。ちゃんとバニーズフィールドに帰らなくてはいけなくなったことと、こっちの世界に残っているバニーズを探しに行くことを説明してあげて。ソフィアの言う通り。そうだよね。うん。じゃあ説明したら駅前で待ち合わせ。遅れないように。はーい。ソフィア、僕たち絶対見つけるからね。シロウサ、クロウサ、うん、私、シロウサ、クロウサ、他のみんなにも残ってもらいたい。その気持ちはピエールも一緒だと思う。そしてフランソワーズも一緒。それからマルーヌだって一緒だと思う。だからきっとみんな分かってくれる。うん。見つかるといいね。うん。そろそろ行かなくちゃ。うん。シュガーバニーズがこっちの世界に残ったバニーズを見つけますように。ボンジュール。ニコラ、どうしたの。パリを見物してベルギーに帰ったんじゃなかったの。そう思ってたんだけど、シュガーバニーズに合わせたいバニーズに会ったんだ。シュガーバニーズに合わせたいバニーズ。僕たちです。パリでショコラの専門店を探して迷っていたら、そうすればきっとうまくいく。あ、君たち、見つかっちゃった。行けるさ。でも地下鉄の駅がどこにあるかわからないよ。僕たちが教えてあげる。本当？ありがとう。それはいいんだけど、君に聞きたいことがあるんだ。え、何？
君はどうして僕たちを見たときあまり驚かなかったの？普通の大人や子供はもっと驚くんだけど。それはソフィアのところで君たちと同じバニーズに会ってるから。君は僕たちと同じバニーズを知ってるの？知ってるというより友達さ。友達？連れてって、連れてって。そのそうそう、ソフィアだよ。ソフィアのところへ連れてって。ベルギーに帰ろうと思っていたんだけど、まあいいか。というわけで連れてきたんだ。僕たちと同じバニーズはどこ？みんなはこっちの世界に残ったバニーズを探しに。あなたたち、もしかして女王様と別れてこっちの世界に残ったバニーズ？女王様、知ってるの？やっぱり。大変！何が？今みんなを呼んでくるから絶対ここを動かないで。あ、ソフィア。この辺にはいないみたい。宇宙サたちまだかな？あ、来たよ。お待たせ。揃ったね。じゃあ次の町へ行こう。に残ったバニーズを連れてきたの。さあ君たち。僕はタビウサ。僕はカゼウサです。